このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれますように、アスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、前回同様でございます。背中を制する者は世界を制するということで、まあ、野球編、そしてボクシング編、まあ、この辺りですね、フォーカスをしてみたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。さて、前回ですね、まあ、合気道編ということで、背中を制する者は世界を制する、こういったテーマでお話をさせていただきました。背中はとっても大事なんですね。背中の方が筋肉量も多いし、可動領域も多いですよ、姿勢も良くなりますよ、そんなお話をさせていただきました。今回はそれをですね、合気道ではなくて他のジャンル、他のジャンルも一流選手は必ずこれを守ってますよというね、証と言いましょうかね、その話を中心にしていきたいと思います。野球とかボクシングでいうとですね、野球は大谷翔平選手ですよ、すごかったですね。ホームラン王にはなれなかったけれども、46本ですよ、すごいです。大リーグで46本、40本台で初めて、ね、昔はね、日本人はダメだと言われたんですよ。でも野茂投手がそれを切り開いて、日本人投手はいいって言われたんです、ね、で続々と、海を渡っていくわけですよ。で野手はまだ無理だと言われたんです。それを覆したのはイチロー選手でございます。数々の金字塔を打ち立てた。でもね、安打はいいが大きいのは無理って言われたんですよ。松井秀喜選手でやっても30本台最高が無理でやる、ね、日本の大砲は、海を渡ると、まあ、中距離ヒッターだよっていうふうに言われちゃった。それを打ち破ったのが今シーズンの大谷翔平選手、なんと46本。一時は独走体制でした。最後ちょっとね、意識したのかな、あと2本及ばなかったんですが、素晴らしい。そして打点は100でしょ、100得点でしょ、すごいですよ。で26盗塁、素晴らしいですよ。走攻守ってやつですね。投げては9勝2敗、あと1勝でしたね。2桁勝利2桁ホームランね、ベーブ・ルース以来、108年だったかな、以来というね、これはもう来年以降、また持ち越しなんですけどね、彼だったらやってくれると思いますよ、それだけのものを持ってる、その大谷翔平選手も実は背中を使ってと、ね、これをね、ちょっと紹介していきたいと思います。でね、今考えるとさ、ね、大谷翔平選手しかり、井上尚弥選手しかり、イケメンでしょ、ちょっと前じゃありえないですよ。あれだけのイケメンで、そしてですね、あれだけの記録を樹立する、昔の、まあ、一流選手はお世辞でもかっこいいとは言えなかった。例えばボクシングですよ、ね、和島光一さん、ガッツ石松さん、具志堅用高さん、素晴らしいファイターですが、しかし決してイケメンとは言えない、ね、ところが井上尚弥選手を見てください。で涼しい顔をした本当イケメンですよ。ありえない。いつ頃から変わったんだろうって、ちょっと探ってみると、畠山選手あたりかな、うん、なんか変わってきたなという感じですよね。あの男前が、ね、ボクシングをしているというね、そんな感じに変わってきました。もう井上尚弥選手はね、打たれずに打つですから、ね、顔も綺麗だしね、終わった後もね、全然打たれてませんからね。そういった意味ではね、随分と時代は変わってきたなというふうには思いますよね。まあ本題に戻りますけれども、ね、だって私だって昔あんた、あの抗がんの美少年って言われたんです、まあ、さておいてですよ。で大谷翔平選手、野球でございます。野球においても背中を使ってるってことなんですね。実はね、大谷翔平選手って背中とっても柔らかいんですよ。柔軟性があるんです。これはね、ゴルフの石川遼選手に習ったね、ストレッチがあるんですよ。これね、本人から直接習ったのか、本人がテレビで言ってるのを真似て使い出したのか、ちょっとそのあたりね、記憶は定かではないんですが、こんなトレーニングをしてるんですよ。実はね、腰にですね、手を当ててください。この状態で肘を前に持ってくるの、ずっと。私ちょっとね、体あんまり柔らかい方じゃないんでつかないんですけど、石川遼選手だったり大谷翔平選手ってこれね、限りなく近づけることができるんですよ、肘。
つくことつけるられるんじゃないですかね、この肘と肘を。それだけ背中の柔軟度が、まあ、アップしてるし、背中の柔軟度があるってことなんですよ。ゴルフにおいてもそうですね。軌道が大きい方がいいわけです。前回ちょっとご紹介しました。野球においてはですね、後ろは大きく前小さくなんですね。今回その話もしていきたいと思います、ね、ですから背中の柔軟度があってそれを使えるから、あれだけの大きいホームランは打てるし、ゴルフにおきましては300ワイトを超えるような、ね、球を打つことができるわけですよ、まあ、こういったやはり特典があるんですね、背中というのは。前回ご紹介申し上げました通り、前よりも4倍背中の方が筋肉ついてます。背骨があるでしょ。その背骨にですね、たくさんの筋肉がついてるわけですよ。4倍ですよ。ですからそれを使わない手はないわけですね。で、後ろは大きく前小さくでしょ。ですから軌道大きくってことなんです。で、軌道大きくってことはどういうことかっていうと、いい選手ほどですね、バットのこの軌道っていうのは、軌道の距離が長いんですよ。長いの。でここがバットでこう構えたとすると、でインパクトの間のこの距離、これがですね、これよりもこの方がいいわけです。昔はね、私もリトルリーグにいたんですけど、最短距離で打てって言われたんですよ。でここから構えてると、ここから打てと、そういうふうに、まあ、教わった、まあダウンスイングですね、ここから。ところがね、それはね、正しくなかったらしい。今ね、よく落合さんが言ってますよね。昔はそういった、まあ、時代もあったよと。でも今は違うんだと。で実際にこれがですね、構え、そしてインパクトの瞬間とすると、予備動作でここまで持っていって打つ、要は、ね、長い方がいいじゃないですか。あ、だって、ね、ちょっと試してください。ここでこの手を打つのと、ここから打つのと、どっちが痛いかって、後者でしょ。距離が大きい方が痛いわけですよ。痛いってことはボールに当たったインパクトがあるってことです。ですから今ね、野球ではヒッチコックって言う。ヒッチっていうのは、この上下動。上下動によって、この予備動作を作る。で、コック。これよく落合さんが手首を返してましたよね。これもですね、その予備動作のを起こすためのものなんですよ。ですから落合さんは、こういう軌道を作るじゃないですか。これ。これは結局、大きく軌道を作るっていうことなんですよ。で、肘は打った時にですよ、肘はキャッチャーに近い側の肘はなるべく体から離さないようにっていうことなんです。その時に大谷翔平選手はこの状態で背中ピンとしてるんですよ、ね、この状態です。ピンとしてるんです。ですから背中を使っているってことなんです。でましてや彼ホームラン打つでしょ。ホームラン打つってことは角度があるわけです。彼左バッターですから ね、 ね、この状態ですよ。この状態、この状態でちょっと皆さんでやってみていただきたいんですが、非常にね、背中が使われてる感じなんです。でね、バリー・ボンズっているでしょ。バリー・ボンズ。762本。大リーグのですね、最もホームランを打った選手です。バリー・ボンズね、この状態で、この角度、足の角度がね、74度なんだって。74度。この状態で持っていくんです、彼は。彼もヒッチ使いますよね。予備動作をする。で、ここで、この状態ってね、やると分かるんですが、非常にきついんです、背中が。で、全部の筋肉、後ろの筋肉と、足の太ももの後ろの筋肉使う。ってことは、ね、全部後ろなんです、後ろ。それだけ背中を使ってるってことなんですよ。王さんもこの軌道長いでしょ。だって王さんはもう一本足だとこう行くから、もういきなり広げてるんですよ。このバットの軌跡を長く使ってる。だから、インパクトの瞬間、もう強い打球を打てるわけですよ。で、もうライトスタンド。ね、王選手もこう最後は伸びてますよね。肘はちゃんと、キャッチャー寄りの肘は体に近く、この状態は本当にね、背中効くんですよ。背中にこの負担が来てるって分かります。ですから背中を使ってるってことなんですよ。背中の筋肉を使うと、そうすると、まあ、可動領域も広くなりますよね。前回ちょっと申し上げたと広くなるし、体重移動もできるということなんです。それを球に乗せていくんです。バットから球に乗せてライトスタンド、レフトスタンドに運んでいくということなんですね。ですから野球選手、大谷翔平選手も、その背中をうまく使ってですね、柔軟性を持ったいい筋肉で背中を使ってライトスタンドに持っていってるということが分かりました。彼はね、本当フォーム綺麗ですよ。今いろんな動画が出てますね、大谷翔平選手のですね、そのバッティングフォームを。そういう意でちょっと覗いてみてください。うまく背中使ってますよ。やはりね、一流だなって、そんな感じがしましたね。これがまず大谷翔平選手ですね、野球です。さあ今度はですね、井上尚弥選手。
すごいですね。20戦全勝 17KO。 でも打たれないで打ちますから顔は綺麗だしね。試合が終わっても打たれた形跡あんまりない。これがすごいよ。でその井上尚弥選手ですけれども、彼も背中をうまく使ってました。彼の部位をですね、背中中心で見るとね、本当にね、打ち割りもですね、背中が立ってる、綺麗ね、すぐパッとね、前に打つとすぐもうポジションを自分に構えて、もう背中がね、ほんとブレない。これはね、彼の強さですね。で背中の筋肉というのは、前にも言いました通り、前よりも4倍ありますから、この背中の筋肉をうまく使って拳に乗せていくんですよ。でね、これちょっとまたやってみてくださいね。あのね、まあ自分でやるよりね、相手見つけてやった方がいいかな。手を出してもらってですね、ここにですね、普通にパンチを打つんですよ。これ前ちょっとね、ご紹介しましたよね。パンチを打つんです。それをね、1としますね。普通に打つのは1。2は肩甲骨を意識するんです。肩甲骨を意識する。どっちが効果あるかということをちょっと試していただきたいと思います。まあ自分でやっても分からないではないけれどもね、人にやってもらった方が分かると思います。ちょっとやってみて。さあどうだったでしょうか。で後者の方が、要するに肩甲骨を意識して打った方が衝撃はあると思うんです。あるんですね。だからずっしんって感じなんです。ずっしんって感じです。ですから背中で使って打った方が効果があるんですよ。ずっしんなんですよ。ましてや井上尚弥選手っていうのは打ち抜くっていうパンチなんです。打ち抜く、その背中の意識に打ち抜くがプラスしてるから一発で乗せるんですよ。今まで一度もダウンシーンがなかった、ダウンしたことがなかった選手が井上尚弥選手とやって一発のパンチで、ね、ひっくり返っちゃう。これはやはり彼の背中の使い方がうまいのと、可動領域も広がるわけですからね、あの体重も乗っていくわけですね。マジで打ち抜くでしょ。ですから彼の凄さってのはそこにあります。まあ一般の人のパンチなんかそうなんですけど、私もそうだったんですけど、打とうとすると前いっちゃうんです。前こうなっちゃうのね。こうなっちゃうんですよ。前に打とう、ですからのめっちゃうんです。まあ昔京口博人選手がそうならないように前足はブレーキするんですよって、でそんな部位を紹介してました。それもね、私の動画でも紹介したんですけれども、やはりね、背中を意識するとこう前に行かない。ですからこの状態でこう打てる、これを意識するとですね、全然違ってくる。先ほどのね、普通のパンチと肩甲骨を意識したパンチ、肩甲骨を意識すると自然にね、姿勢も良くなりますから、この状態で打ち抜く。で背中を使うとそれだけで衝撃度が違うということなんですよ。これは普通のパンチと肩甲骨を使ったパンチとの違いで皆さんも実感できると思います。ということはですよ、結論申し上げると、野球においてもボクシングにおいても一流選手は背中をうまく使ってるってことなんですよ。背中の筋肉をうまく使い、可動領域をうまく使い、そして体重移動をうまく使い、KO の山を築く、もしくは、ライトスタンドにボールを運ぶ、こういったことにつながってくるんじゃないかなというふうに思っております。今回はですね、背中を使う、で背中を制する者は世界を制するという第2弾、野球編、そしてボクシング編ということでご案内をさせていただきました。この辺りでご礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。